ナト o 演習、ハイウェイ84の時に、アウトバーン29に着陸する C-130 輸送機代替滑走路とは、戦争など緊急事態が発生して危機器の襲来などで、軍の空港が破壊されて使えなくなった時に、軍用機の離着陸に使用する高速道路や民間の滑走路である。臨時滑走路や、ハイウェイストリップとも呼ぶ。代替滑走路は、 沖縄県の下地島空港のように普段は民間パイロットの練習用にしか使わない滑走路を軍が臨時徴用して使用するケースが一般的であるが緊急時は高速道路などの滑走路としての利用価値のある構造物を滑走路として利用することがありあらかじめ臨時滑走路として指定しておき地上の構造物を簡単に移動できるものと 事態が起きてから滑走路として整備するものの二通りがある。前者のパターンとしては、韓国の水原市などで見られるように通常より幅が広く長い直線の道路を建設して、緊急時の滑走路に転用できるようにするものもある。レバノン内線においては、同空軍のベイルート基地及び、ラヤク基地が反政府勢力の方下にあったため、首都ベイルート郊外の都市、ジュニエに、 基地機能を一転させ、空軍機を同士を従官する高速道路を改造した仮滑走路から発進させた。内戦集結によって空軍基地が正常化したため、この仮滑走路は廃止された。スウェーデンでは代替滑走路をバベスと呼んでいる。スウェーデンは冷戦期に中立政策をとっていたため、敵に先制攻撃を受けて基地の滑走路が破壊されても高速道路を 滑走路として戦闘機を運用できるようになっていた。しかし、冷戦の終結に加え、高速道路への離着陸対応が運用する素ぶきの価格を押し上げる要因となってきたことから2004年にこの運用方式を廃止している。冷戦時に、NATO ではアウトバーンにおける離着陸訓練を演習時に頻繁に行っていた。旧西ドイツの代替滑走路は緊急離着陸場を 正式名称としている。緊急離着陸場の区間は、通常コンクリートで舗装され誘導路や中期場を兼ねる部分も同様である。指定区間の最寄りには、移動式管制所や移動式レーダーなど必要な機材が保管され、冷戦時代は約24時間以内に稼働できるように準備されていた。また、付近の地形や構造物の高さなどに規制がかかり、 周辺の電線路は地下に埋設され、多くの鉄塔は上空への注意喚起のため、赤と白のペンキで塗装されている。オーストリアでは、アルプス山脈地域にある高速道路を利用した固定翼機の離着陸訓練を1986年以降は実施していない。多数の簡易滑走区間が整備され、道路の線形は極端なくらいまっすぐに設計されており、 複雑なアルプスの山岳地帯において上空からの認識を容易にしている。1999年の雪害では、球場用ヘリコプターの離着陸に利用される。スイスでは、多くの区間で約2トルの直線区間が設置され、またガードレールが工作で置き換えられるなど、代替滑走路としての利用を想定して、高速道路が建設された。 1970年から1991年にかけては何年かに一度軍事演習が行われていたが、冷戦の終結とスイス軍の再編及び改革のため、1995年に大体滑走路としての利用構想は廃止され、それ以降演習は実施されていない。ポーランドでは滑走路に転用が可能な道路をドールと呼び、定期的に軍による演習が行われてきた。しかし、 ポーランドの NATO 加盟に伴い、運用は縮小傾向にある。北朝鮮においては、非常滑走路として利用される道路のほか、常設基地であっても滑走路が道路兼用で、格納庫を地下に設置、付属施設を民家に偽装するなどの手法により、一般の道路に見せかけている場合があり、両者は区別しづらいものとなっている。韓国において、代替滑走路は、非常滑走路と呼ばれ、 高速道路や国道に幅40メートル、長さ2キロメートル程度の直線区間と、これに連結する、駐機場を設けたものである。主に1970年代、北西規政権期に整備され、米韓合同演習などの際に、道路の前後区間を封鎖して空軍機の接近訓練や再発進訓練が実施されていたが、1990年代後半以降は、訓練頻度が減少している。 2005年には高速道路上に設定されていた非常滑走路5カ所の非常滑走路指定が解除されたほか、所属する航空基地の滑走路増設によって非常滑走路指定が解除された事例もあるこのように非常滑走路の役割が低下する一方で高度制限により周辺の開発が制約されることから損置されている非常滑走路についても指定解除 求める動きが高まっていた。しかし2010年、韓国空軍は今後、非常滑走路訓練を定期的に実施すると発表した。中国における代替滑走路は、寝台高速道路に設定されたものが最初とされる。1997年の解放軍法には、以後の高速道路整備においては、軍用機の離着陸を考慮した計画とし、道路網の発達とと,ともに、 軍の行動範囲の拡大を図る方針が示されている。台湾において代替滑走路は戦、備え方道と呼ばれ、中山高速航路などの道路上の一部区間が中国の軍事侵攻によって空港が破壊されたことを想定し代替滑走路に指定されている。台湾空軍は1978年中山高速航路の供用開始前の区間を使用して 離着陸訓練を行った後、しばらく高速道路を使った訓練を行っていなかった。しかし、その後に導入された機種の高速道路における運用可否を試すため、2004年7月に忍徳戦備報道でミラージュ2000による離着陸訓練を実施した。2004年以降は2007年5月。 2011年4月と定期的に高速道路を利用した訓練を実施している。2011年11月には平東が試験の一般道での訓練を実施。この年は2回の訓練が実施される異例の事態となった。日本では航空自衛隊が北海道の軽根別飛行場と薬も飛行場を代替飛行場として運用している。この他、聖浜飛行場がかつて 大体飛行場として運用されていた時期がある。一例として、水原空軍基地付近の道路、防衛庁、日本の防衛線1980年、87ページ。ABA 旗健介、今週の軍事情報高速道路を滑走路に使う、台湾、やめるスウェーデン、世界周法2004年8月31日号、時事通信社、38から39ページ。 一瞬0911から0003、ポリスカワヤップ、ポーリッシュエアーフォースアンドウエアーディフェンス、航空ファン2002年11月号、分林道、45から47ページ。金本、捧ぐ、密度を治む変貯、最新朝鮮半島軍事情報の全貌、北朝鮮軍、韓国軍、在韓米軍のパワーバランス後談者、2000年、92から93ページ。 ISBN4 から06から 21279X。最新朝鮮半島軍事情報の全貌215ページ。平松茂雄、台中 ODA、軍民共用の実態、東は2000年10月号、霞三回、12から13ページ。飯田和夫、台湾軍機、高速度で演習、中国に対抗、ミラージュリ着陸。 毎日新聞台46,153号、2004年7月21日、東京本社長官、4番、ごめん。佐伯木博之、台湾の高速道で、戦闘機が離着陸、国防部が訓練。西日本新聞台45,805号、2011年4月13日、長官、19班、ごめん。佐伯木博之、戦闘機の離着陸一般道路で訓練。 台湾、中国の攻撃想定、西日本新聞第46,017号、2011年11月18日、長官、19半、ごめん。ありがとうございます。